はい、こんにちは。今日は早稲田大学の問題です。問題はこちらです。XYZ を正の実数として、X 分の1足す Y 分の2足す Z 分の3イコール1を満たすとき、括弧 X-1、括弧 Y-2、括弧 Z-3 の最小値はいくつかといった問題ですね。まあ、これは3つの変数に対して1つの等式が与えられているということで、まあ、例えば Z イコールの形にしてここに代入することによって、X と Y だけの2変数になるよと。で、片文字固定して、もう片方の文字動かした時の最小値を求めて、最終的にもう片方の文字動かして最小値を求めるといった方法でもできますし、または3変数の相加相乗平均でもできるんですけども、まあ、今回コーシー・シュワルツの不等式が使えますので、まあ、それで今回やってみたいというふうに思います。じゃあまずこれどういうふうに使うかっていうことなんですが、これまず展開してみましょう。これ展開すると、xyz-3xy プラス yz プラス 2zx と、それからプラスの 6x プラス 3y プラス 2z のマイナス6と、こんな風になるんですね。で、こっちも展開してみると、整理すると、まあ、通分するとですね、xyz 分の yz プラス 2xz、それからプラスの 3xy ですよね。これがイコール1ですよ。ということは、これこっち持ってくると、イコール XYZ になりますよと。ということから、ここが等しくなるんですね。これとこれが。つまり、これとこれが等しくなりますよと。いうことが言えるので、これでここが消えますよと。引いてるので0ですよと。つまり、これの最小値ってことは、これの最小値を求めなさいということを言ってるわけです。ということは、これマイナス6ですから、ここの部分、これの最小値が求まればいいなと。で、これは見るからに、コーシー・シュワルツの不等式が使えそうですよね。で、ここでじゃあ、コーシー・シュワルツの不等式って何かっていうのを簡単に説明しておくと、コーシー・シュワルツの不等式ですね。これは何かっていうと、3変数の場合の、ベクトルでちょっと考えてみましょう。A ベクトル、B ベクトルというのがあって、間の角シーターとして、こうすると、A ベクトルと B ベクトルの内積っていうのは、それぞれの大きさのコサインシーターですよね。で、これ両辺2乗しましょう。そうすると2乗の2乗のコサイン2乗と。で、コサイン2乗っていうのは最大で1ですから、1としたときが一番最大ですよ。ということなんで、A ベクトルと B ベクトルの内積っていうのは、それぞれの大きさの2乗以下ですよ、というふうに言えますよね。で、これ統合成立は1のときですから、コサイン2乗が1、つまりコサインシータがプラマイ1のときに成り立ちますよと。統合はこのとき成り立つよと。じゃあこのときっていうのは、要するにコサインシータがプラマイ1ですから、シータが0または π。の時ですよと。この間の角が0または π。ということは、これ、同じ直線上にある時ということですね。A ベクトルと B ベクトルが、同じ方向を向いている、あるいは逆方向かもしれませんけども、とにかく同じ直線上にあるよ、ということを言っているわけです。この時に統合は成立しますよ、と。で、これを、成分で書き下したものが、コーシー・シュワルツの不等式であります。例えば、じゃあ A ベクトルを、A1、A2、A3 としましょう。B ベクトルの方を B1、B2、B3 と、こういうふうに表すと、これをこの成分で表しましょう。これ内積ですから A1、B1。足す A2、B2。足す A3、B3 ですよね。これの2乗ですよと。で、A ベクトルの大きさの2乗ですから、これは A1、2乗足す A2 の2乗足す A3 の2乗。かける、こっちも、これの大きさの2乗ですから、B1 の2乗足す B2 の2乗足す B3 の2乗と、こうなりますよね。これが3変数のコーシー・シュワルツの不等式ということになります。そして統合成立はさっき言ったように、θ が0または π、同じ直線上にあるよということなんで、これの実数倍という形で書けますよと。つまり統合成立は A ベクトル、つまり A1、A2、A3 ですね。イコール K 倍のこれの実数倍。つまり B1、B2、B3。こうなるときということになります。こういうような K が存在するとき。この K っていうのは、つまり B1 分の A1。これ、つまり、全部0でないという条件が必要ですけども、B1 分の A1。イコール、B2 分の A2。B3 分の A3 と。この比が全部等しいよというときに、この K が存在して、こんな風に表せますよ。を表せるときにこの実数倍、つまり同じ直線上にあるよということが言えますね。これが統合成立と条件ということになります。で、これを使いましょう。
これですね。これを使ってこれを求めていきましょうと。で、今これの最小値を知りたいわけですから、これがこっち側に登場したいわけですね。これの最小値っていう形ですから、なんとか以上という形にしたいよと。だからここにこれを登場させたいので、ここの部分にこれですから、これのルートの2乗って形にしましょう。つまり A1 をルートの 6x としてあげれば OK だと。ですから、ルートの 6x の2乗、ここですね。足す、ここルート 3y の2乗。足す、ルート 2z の2乗。こうしてあげれば、これがここに登場しますよね。で、あともう一個こっちの相方に当たる部分は、ここ1ですので、これを使いましょう。つまり、これのルートを取ってあげれば OK だと。つまり、ルートの x 分の1、足す、ルートの y 分の2、足す、ルートの z 分の3と。これの2乗ですね。これがこれ。そうすると、ここ1になりますね、これ。で、これが現れるよと。右辺にこっち、これが出てくるよと。で、あとはこっち側なんですが、これとこれをかけたもの。これとこれかけたものですから、ルート 6x かけるルート x 分の1。足す、これかけるこれですから、ルート 3y かけるルート y 分の2と。足す、これかけるこれですね。ルート 2z かけるルート z 分の3と。の2乗ですね。こうなりますよと。これがコーシー・シュワルツの不等式から成立しますよと。で、これ計算すると、こっち側が 6x プラス 3y 足す 2z が出てきますよと。で、ここはさっき言ったようにこれ1ですから1。ですのでこうなりますよと。こっち側はルート x が消えて、ルート6ですね。足すルート y が消えて、ルート3とルート2ですからかけてルート6。で、ここもルート2かけルート3でルート6。これの2乗になるので、3ルート6の2乗になりますよと。3ルート6の2乗ですから、結局、9×6 で54ですね。ということで、54以上だということで求めることができまして、これの最小値っていうのは54。で、これ54ですから、54-6 ですので、48。最小値は48ということになります。で、統合成立は、こうなるときはあるのかってことなんですが、統合成立はこれですので、これを求めていきましょう。つまり今 B1 っていうのが、これですね。これ分のこれがこれ。つまり、ルート X 分の1分のルート 6X。これは、ルート 6X になりますね。で、同様にこれ分のこれをすると、これは、ルート2分のルート 3Y と。で、これ分のこれは、ルート3分のルート 2Z と。で、これ、ルート6倍すると分母を払うと、つまり 6x、ルート6だから 3y ですね。で、ここがルート6倍して 2z と。こうなるときが統合成立ですよと。つまりこれ1対2対3ってことですね。x 対 y 対 z っていうのが1対2対3のときに統合は成立しますよと。つまりじゃあ x を1としたら y は2。つまり x が1なら y が2の大きさですから、y イコール 2x。z イコール 3x ってことですね。x の3倍ですよ。x の2倍ですよと。ですので、これをここに代入してあげると、つまり x 分の1足す 2x 分の1足す 3x 分の3イコール1を満たすものですから、x 分の3イコール1ですので、x っていうのは3になりますよと。ということで、x が3が出ましたよ。そうすると y はそれの2倍ですから、6。z が 3倍ですから9ということで、これの時に統合成立。ということで、統合成立もこの時を満たすものがありますので、これで OK だと。全部正の実数で成り立っているよということで、求めることができました。ということで、求める答えはこれですね。最小値は48。その時の xyz はこれということになります。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。